株式会社ブレーンセンターは出版社として創業した日本の企画制作会社。1975年10月に大阪市北画店まで稲田のりょうと清水忍と二人で出版社としてブレーンセンターを立ち上げる。1979年に法人設立。出版社としての実績を作る一方で編集ノウハウを生かした。 受注生産型の企業広報物の受託事業も開始する。1980年代後半から IR 支援事業に進出し、1990年代後半には環境、CSR 支援事業に進出した。法人設立から12年目の1992年、大阪市北区天馬にコーポレートアイデンティティを兼ねた本社ビルとしてビル全体が 自然の風で動く彫刻になっている風の万華鏡が竣工2016年現在も同社の本社ビルとして機能している。2000年代からは日本企業のグローバル化を見据えて企業コミュニケーションのグローバル化の研究を本格化する。2011年には40%の株を持つ社員持ち株会を発足させ現在に至る。代表取締役。 稲田則夫専務取締役、平石高雄清水忍畑義夫、ありがとうございます。